三協理化学株式会社は、埼玉県桶川市に本社を置く、研磨不死、砥石の製造、販売を行う企業。1930年、金子安氏により個人経営として創業され、1953年6月11日に、三協理化学株式会社設立。日本国内で最初に、耐水ペーパーを開発した、研磨不死メーカーの大手、自動車部品用。 自動車塗装用研磨紙を主力とする。通常の木工、金属加工用の研磨用品、情報機器、プリント基板など精密機器向け研磨用品のほか、近年では一般コンシューマー向けに家庭用研磨剤、美容用品、スポンジなどの製品も取り扱う。1996年3月12日に日本証券業協会へ株式を店頭登録。二千九年十二月、 中長期的な研磨技術の開発や上場維持コストの削減を考慮し抜本的な経営改革を行うため経営陣による自社買収を決定。同社社長である須藤進が代表取締役を兼任する株式会社フジスターにより株式公開買付が実施され2010年4月20日にジャスダック上場廃止。2013年5月21日 ヤスリの祭壇などを委託していた関東地方の下請け業者6社に支払う代金を不当に値引きさせたとして、厚生取引委員会は下請け法違反として、三協利価格に対し減額分の返金と再発防止を勧告した。厚生取引委員会によれば、2011年8月から2012年11月にかけて原材料の値上がりによる減益幅を抑える目的で、 下請代金の1%、約1100万円を不当に減額させていたという、ありがとうございます。